桜チャンネルのね、水島さん出させていただいたときに、僕、休憩時間に水島さんに言ったんですよ。僕、こういうのってね、マスターベーションになったらダメだと思いますよと。僕、水島さんのこと大好きですよ。こわもてに見えるけど、あの人めっちゃ優しいし、本当にこの国どうしようと思ってるからね。ただ、僕、この番組でもね、言わせていただきたいのは、やっぱり、お詳しい方同士が、ね、お詳しい話をしてるんですよ。で僕はそれの通訳になりたくて。だから僕が今お話ししてる内容っていうのは、木村先生含めて、皆さん知ってることを知らないふりして聞いてくれてるだけ、まあみんな知ってるんですよね。僕はこれを初めて聞いた人とか、今まで政治とか選挙に興味なかった若者が、僕はこんなグッチのジャージ着てサングラスかけたまま政治家って言ってるんですよ。そしたらなんだあいつだということで、で、今なんか修学旅行シーズンだからね、京都駅とか駅行くじゃないですか。はい、そしたら修学旅行の子供たちにわーって囲まれて、50人ぐらいでもみくちゃになって配達とかしてるんですよ。ごぼうだーって言われて写真撮られてるんですね。僕そういう役をやりたかったんですよ。しますけど、皆さん同じことを言いますけど、100本法案が出たら、20本ぐらいが議員立法だと。あとの80本は、官僚立法だと。だから、官僚が作った法律なんですね。ですよね。じゃあ、それっていうのは、僕は、日米合同委員会のこととかもお話をさせていただいてますけど、あれ、日米合同委員会って、ニューサンノーホテルっていう、アメリカ軍の施設の時に、そこのお寿司屋さんで、官僚たちが愚痴をこぼすわけですよ。本音言っちゃうの。でも、お寿司握ってる大将とか、そこにいるスタッフは聞こえてきちゃうんですよ。何を喋ってるか。で、そうやって話すことも、僕聞いてるんですよね。実はそこに、差し上げたですね、オーランエセンの決裂の、中心的なテーマの日米合同委員会の問題で、大変事実を訴えておりますけどね。だからね、僕は、この番組もそうですけど、もうすでに、知ってる何百人とか何千人に語りかけてるうちは、僕がマスターベーションじゃないかと思ってて、それはさくらチャンネルの水島さんにも言わせていただいて、話をさせていただいたんですね。だから、それを、じゃあ今何百人とか何千人の人が見てるチャンネルを、何万人とかね、10万人、20万人っていうふうに、じゃあ YouTube 界では20万人って言ったら、別にそんなにすごくないってね、トップ YouTuber 言うかもしれないけど、東京ドーム4つ分ですよ。で、僕のチャンネルがね、毎日1万人ずつ増えてってるのがあるわけですよね。だそれって、毎日武道館いっぱいにしてるのと一緒じゃないですか。そうですね。だから、そういう、媒介役になりたいなっていうふうに、思ってるんですよね。私がやることによって、私が言うことによって、はい、これ陰謀論って言って指さして笑っててもいいけど、本当にそれでいいのって。だから、みんながやっぱり一票の権利だけど、それ合わさったら権力だからねと。だから今散らばってるだけで。だからパズルのピースを僕ら一個持ってるんですよ。で、みんなでそのパズルのピースを出し合ったら、一つの一枚の絵になるわけじゃないですか。じゃあどんな絵を描くのっていうのをちゃんと伝えてあげる人がいて、で、僕自民党さんと喧嘩したくないですけど、でも日本を良くしたいよねっていう受け皿があれば、そこに皆さんが一票投じてくださったら、それはあなたの代弁者、あなたの代弁者である政党政治がそこで行われるんですよっていうことを、まあ、こんな格好をして、政治のプロからしたらね、ノーマークかもしれないんですよ、私なんかね。でも、この7月からね、わずか5ヶ月で、今 TikTok と YouTube で1億8700万再生、決まった形で。私は、山本太郎さんのことを全く嫌いじゃないですが、12年間で5議席だったら、政権与党からしたら全く怖くないですね。ただ、一気にどういう風にしたら、この国の舵取りに、みんなの手でね、一緒に食い込めるかっていうことを、結構真剣に考えながら行動してます。トランプ大統領がアメリカの戦後の歴史の中で、唯一戦争を起こしてない大統領じゃないですか。大きな戦争をされなかったですよね。うん。あと、実際に警察の情報とかその記事にも確認できることですけど、誘拐された子供たちのために戦ってますよね。だから何千人もその誘拐された子供たち。何千人どころじゃないじゃないですか。助けた数ですね。だから、アメリカって本当に何十秒に一人誘拐されるとかって言うじゃないですか。うん、だからこれ、すごい闇なんですけど、日本も自殺者って検索すると、1万8000人とかの人数が出てくるんですけど、実際、不審死って検索すると、8万人超えてるんですね。だから、どういう形で亡くなってるかっていうことで、だから、親が何かしたりとか、その何か外部からの手が加わったりすると、その不審死になるわけじゃないですか。で、例えば、行方不明って、日本って、この日本、行方不明の数も8万人超えてると思うんですね。行方不明者で検索すると。アメリカってそれよりももっとすごくて、何十秒に一人子供が誘拐されてて、で、それを実際に救出に行ってるのって、トランプ大統領が大統領で初めてなんですって。だから、そういうことからも、この前のバイデンとの選挙に、日本の深夜3時ぐらいに、例えば木村太郎さんとか、はい、ジャーナリストたちが、もう、トランプ勝ったということで、でもこれで寝ますということで、はい、まあ深夜2時か3時にトランプ勝ちましたねということで、多くの人がそういうふうに発言して、わずか何時間の朝になるまでの間に、バイデンに大逆転されたんですよね。バイデンジャンプと言われてますよね。バイデンジャンプ。だから、今までのアメリカの大統領選の歴史の中で、最高得票を得てる、そのトランプ大統領を、ね、さらにその最高得票で上回ったっていうね。で、当時、バイデン大統領って、5人の女性からセクハラで訴えられてるんですよ。で、息子がコカインで捕まってるんですね。で、そんな人が、最高得票の8000万票とかの、今までの歴史上最高得票のトランプを、5人の女性からセクハラで訴えられたとか、耳舐められたとかで訴えられててね、80歳のおじいちゃんが、息子コカインで捕まってね、それ、上回るかなっていうのは、選挙運動もほとんどされなかったし、普通に考えたら、会場にもほとんど人が集まってなかったですよね。ガラガラですよ。
で、オバマっていう民主党で最も人気のあった人へも1000万も多く取っていくこともね、ありえないことだと。まあでもそれも、はい、不思議なのは、はい、そのトランプとかバイデンのことっていうのを YouTube で言うと、バンされるんですよね。ですよね。だから情報っていうのは、その、まあこの配信も出し方気をつけた方がいいと思いますよ、音ですね。だから、その、情報っていうのは右も左も両方あっていいと思うんですよね。で、それを、その、視聴者とか有権者が精査して考えればいいじゃないですか。はい、でもこの国って、そのワクチンもそうだけど、一方の情報だけが、洪水のように流れてきて、もう一方の情報を言うと、陰謀論って笑われたりとか、その、バンされるんですよ。ウクライナの問題でもそうですよね。この不思議さを、はい、どうしてみんなおかしいなって思わないんだろうなと、いつまで陰謀論だって言って指差して笑ってるのかなと、それは不思議ですね。